皆さん、こんにちは。本日も IPA の、えー、セミナーの方にご参加いただきましてありがとうございます。えー、本日はですね、参加者がとても多く皆さんご興味のある有志セミナーですで。ちょっと今日はですね、内容がたくさん盛りだくさんなので、もう早速、まなちゃんの方からセミナーの始めていただきたいなと思いますが、大丈夫ですかはい。 では、始めさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあどうも皆さん、こんにちは。すいません。あの、お待たせいたしました。えー、国際不動産エージェント、鈴木でございます。えー、今回、えっ、ー、と、多分日本で誰もやってないテーマだと思いますけど、えー、アメリカの現地金融機関からの融資、 えー、もう我々数ヶ月かかって調べまくった、まあえー、情報を皆様にお出しいたします。えー、これをあのきっかけに、アメリカ不動産投資、いろんな融資オプションがあるんだとあの。日本の現地金融機関じゃなくて、アメリカ現地の金融機関からお金を借りる選択肢が複数あって、えー、日本の法人でも借りられたり、利子のみ返済もできたりですね、まあ、いろんなオプションがあるので、 非常に幅が広がる話だと思いますというところでお話をしていきます。今回一応セミナープログラム小立てでいきますが、えっと、まずは海外不動産の融資は、どうしても融資というところが国内と比べてネックになってしまうというお話をまず最初にしますが、第2章から やっぱりアメリカ、現地金融機関から融資引ける、えー、まあ選択肢もあるんだよというお話です。第3章は、さっきも言った、個人名でも引ける、アメリカ法人でも、日本法人でも引けます。だから、節税もできます。融資も借りられます。っていうところのお話。第4章は、えー、まあ、多分第4章がメインだと思うんですけど、アメリカの、まあ、我々と繋がっている金融機関、す、え、べ、ー、て出します。で、それの金利とか、 えっと、期間、融資期間とかですね、えー、どれぐらい融資何パーセント出してくれるのか、その辺、はい、比較一覧表を出します。えー、第5章で、まあ、具体的な手続き面のお話第、第6章は実例という形でお話をさせていただきます。はい。まあ、あのー、基本は、不動産投資というのは、 国内ににいると非常に有利です、まあ、そのお金さえあれば、みんな現金で買えるんだったらどこの国でも買えるんですけど、融資というものが絡んだ場合、どうしても、えー、その海外ということになると、まあ、一般的には、まあ、ハードルが高い話になります。でまあ、例えば、その日本の不動産を、えー、日本の銀行の融資を引いて買うってことになった場合、 えー、例えば私昔オーストラリアに住んでましたけど、オーストラリアに住んでた時に日本の銀行から融資っていうのはほぼ無理。えー、日本国籍者ですけど、無理です。あの、やっぱり日本に住んでて、えー、日本国籍あるいは日本の永住権があって、で、日本国内の職場で円での収入がある方っていうのが最低の条件になっている金融機関がほとんどなわけですね。 はいえーまあ、それはいろいろ理由があるんですけど、やっぱりですね、有資審査やるのは、ほとんどん日本の書式で、収入証明とか、はい、その辺を あの、審査で使うんですけど、外国だとどうしても、あの、書式も違うし、あの、情報の考え方とか分類方法も違うんで、そこまで融資しきれ,しきれないよっていうところもあります。はい。あとは、えー、返済が届こうった際に、まあ、あの、債務者管理って言いますけれども、あの、債務者管理が外国にいるとそもそもできないじゃんみたいな形で、えー、ほとんどの金融機関は外国に住んでる人に、えー、っと、まあ、融資を貸しませんというのが、まあ、実情です。 日本ではそうです。はい。でも、まあ、基本的にですね、えー、考え方を変えればですね、銀行って何に対してお金を貸すかっていうと、まあ、基本的に2つ。1つは、担保価値にか対してお金を貸すという考え方があります、えー。担保価値でも、東京都心のもう鉄板な場所で、築浅のマンション。これはもう資産価値、鉄板だよねっていうところは、資産価値。 えー、担保価値がまあ非常に優れておりますが、まあ、例えば都心の築浅マンション1億円で売買する、されているようなもの、それに対して、えー、5000万円ぐらい貸すというのは、まあ、基本的にどこの金融機関でも、その担保価値というですね、そういう、あのー、視点で見るならばどこも貸したい。 っていうような、えー、案件になるかと思いますと。はい。で、なぜかというと、例えば売り主じゃなくて債務者、えー、借り手があの返済できなくなったとしても、海外に住んでいたとしてもですね、この物件、作業しないち,ちゃえばいいわけです。1億円今で、えー、っとの時点でもう取引されて、都心にあれば、普通、価値も上がっていきますしね。はい。いつの時点で売っても、あのー、まあ、5000万円は、 簡単に回収できるといいういううううそ見込みがああれば貸すすっていうのは1つあります次に個人を重視する、えー、個人信用という意味ですけれども、えー、お金をたっぷり持っている人はいあの現金だけで何億円も持っている人が3000万円の、えー、不動産を買うって言ったらもうその人の預金でもう全部残債返せますよねみたいな感じでですね考えると。あの世の世中 その預金担保ローンっていうのはたくさん、えー、各国で出してまして、えっ、ー、と、預金、現金で預けて、えー、いるならばですね、その現金で預けているうちの、えー、90%まで低金利で出しますよ、みたいなですね。はい。そういう金融機関もあります。日本も海外もどこでもありますと。はい。まあ、そういう、えっ、ー、と、まあ、基本的な考え方がある中で、えっ、ー、と、海外の不動産、 というかその不動産から見ると海外に住んでる人にあの融資を出しやすいっていうのは基本的にこの担保力重視する金融機関が出しますということが基本形になります、えー。アメリカ、イギリス、オーストラリアとかですねそういう英米圏の国は基本的に移住海外から移住されてる方も多いし、まあ、あの海外と自分の国を行ったり来たりという方も多い。 ですとはい、でそういう時にですね、基本的に自分の国にある物件の不動産担保価値があ,あれば、その担保価値の何パーセントまでは、あのそ,うそのなんだろう、借り手がどこに住んでいいよと貸しますよということが多いんですね。はい、で一般的にまあアメリカとかの場合は、まあ、アメリカに住んでいる方にはえ、担保価値の8割まで貸します。 アメリカに住んでなければ、8割は貸せませんけど、6割とか7割まで貸せますっていうところが多いです。昔から多いということなんですね。はい、で彼らはノンリコースローンっていって、万一返済が焦げ付いた場合、あのーまあ、物件を差し押さえます。だけど、その残債とかが残っていても、そのリスクは銀行が負いますっていう、それノンリコースって言うんですけど、えー、そういう、えー、とお約束で、 え、貸すのが一般的なパターンです。で、私はそういう仕組みに乗って、日本の方がアメリカの不動産をアメリカ現地の金融機関から借りる、借りて、お金借りて買う方法というのをずっと、えっ、ー、と、開拓してまいりましたということです。はい、いきます。まあ、あの、アメリカの 金融機関からお金を借りるっていうのがちょっとそのハードルが高いと考えられる方も少なくないと思いますけど、まあ、えー、と、日本の、まあ、金融機関も、まあ、その物件がカリフォルニアとかハワイとか、そういう場所にあれば、えー、と、融資を出すことがあります。えー、まあ、いろいろセミナーもやっているのでご存知かと思いますけれども、えー、と、まあ、日本の複数の銀行が、 カリフォルニアとかハワイの現地不動産担保ローンを日本円で貸しますよとかですね。あるいは広告系ですね。政策系金融機関が、日本の物件担保を差し出せれば、その範囲内で次の物件、海外で買うということに対して、いくら貸しますよっていうことはあります。増えてます。はい。で、彼らの一番の特徴は、 有資通貨が日本円だということなんですね、えー。物件がアメリカにあります。お家賃収入は米ドルで入ります。売買益も米ドルで入ります。経費も米ドルで発生します。そういう時に、でも返すお金は日本円ですよっていうところなので、為替のリスクは借りる側が終わなくてはいけませんっていうことになります。 はい。で、実態として多分、私の知る限り、こういう担保の、こういう融資の8割ぐらいは、日本の物件を担保に取る融資なので、しかも日本の物件といっても、田舎にある物件だとなかなか担保に取ってくれません。大都市圏で、えー、担保価値のある物件、えー、ほとんど返済の終わったマイホームとか、えー、っと、もう、なんだろう、抵当権のついてないアパートとか、そういうものを担保に取って、えー、っと、 融資で、えっ、ー、と、まあ、あとは、あんまりパンフレットには書いてないんですけど、実際、審査の段階で、えっ、ー、と、3000万円以上の年収が必要とか、2000万円以上の年収が必要とか、そういう内規を求めてあの、実は持ってる銀行さんもいます。それなぜかというと、特に地方の金融機関が、 え、海外不動産投資ローンを貸すときに、なぜやるかっていうと、東京に出てきて、東京のお金持ちのお客さんと知り合いたい、つ、え、な、ー、がりを持ちたい、そのために出していることが多くて、で、やっぱり足切り基準として年収いくらっていうことを設けていることは少なくありません。っていうのが、日本の金融機関が、えー、と出す海外不動産、あの、融資の、まあ、基本パターンです。で、これとは別に、弊社は、 むしろアメリカ現地の金融機関のローンの方が強いです。いろいろ知ってます。いろいろつながってます。で彼らの出す融資っていうのは考え方が全然違うのでですね、それを知っておくと有益だということでセミナーでお伝えをしているということです。はい。で、まあ、あの、全世界的にコロナ禍ですね。もうそれでコロナ2年目になりましたけど、コロナ1年目っていうのは、 日本に限らず、どの国でも、本当にロックダウンをしてですね、えっ、ー、と、お店を閉めたり、会社に出社しなかったりっていうですね、まあ、そういう混乱を極めましたというところですで。日本では、まあ、私が経営している会社も含めて、持続化給付金を出すとか、コロナ緊急融資を出すとか、とにかく、えっ、ー、と、ビジネスが倒れる前にたくさんお金をジャブジャブ出して救おうっていう、そういう流れがありましたけど、 アメリカでもヨーロッパでもオーストラリアでも東南アジアも大抵そういうふうに、えー、して、えー、支援策をしております。とてもたくさんお金を吸って、えー、とリアルビジネスをまあ助けようとしてきたわけです。はい。で、まあ、あのー、中小企業とか経営されてる方だったら多分実感すると思うんですけど、去年の4月、5月、6月頃っていうのはもうコロナ、えっ、ー、と、緊急融資で <laughs> 政策金融公庫の窓口はもうほとんど不民不休で、だけどもう人が行列をなして、えー、社長さんが並んでいた時期がありましたけど、それはどの国でも同じなんですよ。同じ状況だったんで、アメリカでもそうでした。だから、えー、と、アメリカで、えっ、ー、と、現地の金融機関が、 もともとコロナ前に海外の府に住んでる方に対して融資を出してたんですけど、2020年ということになると、コロナを機にパタッと止まった、ほぼ止まったというのが実態でありました。ただ、それがですね、2021年になるとですね、今年になるとあの一気に復活してきたというです、ね、そういうあの現実、事情がありますと。 落ち着いたか落ち着いたかがともかく、まあ、経済もう元に戻そう正常化しようとそういう、まあ、流れもあるし、まあ、その緊急融資みたいなところが一段落してきたってところもあると思うんですけれどもあの多分今はコロナ前よりももっと非居住者向け外国向け居住者向けの融資は 今の方が充実ししてきました、まあ、いろいろあると思うんですけど、一番大きかったのは、コロナ禍で、Zoom とか使った、まあ、オンライン面談とか、す、ま、べ、あ、てその人が動かない、接触しないけど、オンラインでネット越しに面談をする、融資審査をするっていうのが、どの国でも一般化したんですね。 だったら別にアメリカ国内にお客さんがいても日本にお客さんがいても中国にお客さんがいても結局は同じことじゃんってことになってくるわけです。はい。えー、少なくともできる。 っていうことが分かって、じゃあ、それはもうビジネスチャンスだからやろうという、えー、ローンのアレンジメント会社が増えています。それはもちろんですね、メガバンクとか、そういうとこじゃなくて、もっとノンバンクとかですね、えっ、ー、と、そのプロパーローンじゃなくて、えっ、ー、と、結構、その商売を伸ばしたい中小系金融とか、はい、そういうところがたくさん参入してきているというのが今の状況なんです。はい で、あの、中には非居住者融資に特化するローンアレンジ会社も出てきておりますというところです。非居住者だけやりますというところがあるわけです。はい。で、あの、ちょっと英米圏のですね、この融資のですね、構造というのがですね、ちょっと日本と違うので、えっ、ー、と、お話をいたしますと、えー、日本国内で例えばアパートローン借りたいっていうときに、まあ、大抵借りたい人は銀行の窓口に直接行って、融資担当者と面談してという、 えー、流れが普通かと思いますつまり借り手が貸し手と直接コンタクトするっていうところが多いと思いますが英米圏ではむしろそれが稀でその間に立ってる粒子仲介者っていうですねローンアレンジャーとかローンブローカーと言われてる方が職業として成り立っていて基本的にはこのローンアレンジャーを使って、えー、直接貸し手とはあのー、コンタクトせずにですね 中を取り持ってもらうという、そういうことが一般的です、すなぜそれができているかというと、結構、融資金利が日本より高かったりするんです、海外、アメリカとかですね。えー、そうすると、あのローンを出,して、えー、出す銀行が、この融資仲介者に、えー、っと制約報酬いくら払えるよと。 いう、そういう状況があるんです。で、逆に借り手からするとですね、この融資仲介者は自分のために働いてくれるのに、お金1銭も払わないとか、まあ、せいぜい払っても3万ぐらいで、えっ、ー、と、何千万のローンをやってくれるとか、結構ありがたい存在なんですね。はい。で、その融資仲介者と弊社はたくさん昔からつながっているので、そのルートでいろいろ あのまあ、皆さん、日本に住んでいらっしゃる投資家の皆さんに有資ルートを紹介できるということなんです。はい、次行きます。で、まあ弊社がですね。今一番がっつり協業している会社が bmg という会社ボーダレスモーゲージアブグループというですね。 まだ新しい会社2018年オーストラリアで商業。私たち IPA も2017年創業なんで、ほぼ同時期ですけれど、彼らは非居住者融資アレンジだけやるというですね、はい、会社です。でももうすでに26カ国350以上の金融機関とすでに提携をしているので、えー、アメリカだ、ヨーロッパのほとんどの国、えー、っと、オセアニアのほとんどの国とかですね、はい、もうすでに あの融資を引けるようになっておりますというところです。はい、で彼らがやっているローンは、えー、いろいろあるんですが商業用不動産とかつなぎ融資借り換えとか、はい、そういうのも含めていろいろなタイプの、あのーはい、ローンを出しているということです。でその基本的に日本のお客様に関しては必ず弊社を通してやるというですねそういう専任パートナー契約を 今年1月結ばせていただいてですね、はい、たくさん融資の制約をすでにしておりますとこですで。彼らがカバーする国、26カ国あるうちに、えーっとまあ、ヨーロッパ、中近東、ロシアというところですけど、主だった国はほぼすべて、えー、カバーしておりますというところですね。でこのヨーロッパの特にユーロ圏ですね、ユーロを使うフランスとか。 スペインとかドイツとかポルトガルとかですね、融資金利がすごく安いんです。あの、日本にと同じようにですね、マイナス金利とかやってる状況で、現地の人が住宅ローン借りても1%台とかですね、1%いかないとかですね、そういう状況がある中で、我々が日本からスペインの物件買うっていう時の融資金利は2%いくかいかないか、1. 何っていうこともあります。非常に安いですね。 というところがあ,ります、はい、であとはアメリカ、カナダですね。アメリカは50州全部、はい、えっ、ー、と、融資を、えー、対応できます。で、あの、これから買う融資だけじゃなくて、借り換えとか、すでに持っている、えー、物件に担保をつけてお金を引き出す、この現金引き出し融資とか、そういうのもやっておりますので、どんなメジャーな州だけじゃなくて、すごい田舎な、聞いたこともない州にあっても、全部やりますと。 はい、いうところです。ただ、えっ、ー、と、ものすごく安い物件だとちょっと難しいです。基本的にまあ不動産価格は10万ドルから15万ドルというのが加減ですかね。えっ、ー、と、融資を出しても出す額が8万ドルから10万ドルっていうのがもうその一番下の限界ですね。はい、あの、多分それ以上の不動産。 に対して、まあ、物件、えー、融資を出すということになっているのが実態です。はい。で、あの、オーセアニア、東南アジアに関しては、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、マレーシア、タイ。タイは借り換えのローンのみ対応ということです。はい。でですね、えー、ちょっとこれから、えー、っと、日本の個人で借りる、日本の法人で借りる、アメリカの法人で借りるという、その、えー、っと、まあ、 えっと、借りる名目、名義別のちょっと説明をしていきます。基本的には日本に住んでいらっしゃる方は個人で借りてくださいっていうのが、こういう商品の基本形です。基本的にはアメリカ以外の国に住んでいる個人を対象として商品設計をしているので必然的にそうなりますということです。でそれを我々、日本に住んでいるものから見,見た場合、日本在住の個人がアメリカ不動産を取得をする えと、日本での確定申告は必要です。はい。個人の確定申告で、えー、書かなくてはいけません。自分の不動産として書かなくてはいけませんし、えー、その不動産所有ことすることによる家賃収入とか、敷、えー、金とか、礼金とか、あとは出て行ったお金、えー、経費、喚減価起、却費その辺も確定申告書に含めないといけませんということになります。はい。で、 アメリカの物件は基本的に持っていれば値上がることが多いです。はい。で、何年も持つと上渡益がガチで出てしまうことが多いですが、上渡益が出た場合、当然日本で申告をしていますので、日本では上渡益税が短期上渡益税だったら、所得税、住民税含めて40%の税率で。5年以上の保有期間になったら長期上渡税になるので、税率は20%に下がりますが、まあその えー、値上がり分から、ま、経費とか、あのー、減価償却費とか、その辺、調整した、まあ、えっ、ー、と、税務上のキャピタルゲインに対して20%は払わなくてはいけません。で、アメリカでも上低期税というのはありまして、えー、税率は、 大体15%ぐらいということですね。はい。どちらも納税してくださいねということです。ただ、例えばアメリカが15%の税率、日本が20%の税率があったとして、それとダブルで35%払わなくちゃいけないのかということではなくて、えっ、ー、と、その差額は、あの、総裁できる。まあ、つまり15%と20%の高い方の税率を払えばそれでいいという。 まあ基本的な考えになります。例えばアメリカで最初に15%払って、日本で20%払うんじゃなくて20、20-15の5%を払えばいいっていうのが基本的な考え方です。はい。あとアメリカで、えー、不動産を日本に住んでる我々が買って、えー、個人で買って、売って売却費が、あ、ごめんなさい。売却した時に、売却価格の約15%は厳選税として、 えっと、アメリカの国庫がまず一応預かります。はい。ファープタっていう、はい、えー。そういう税金があります。これは別に日本の不動産を、例えば台湾とかに住んでる方が買って、えっ、ー、と、売却した時にも、厳、え、選、ー、税っていうのは払わなくてはいけませんが、まあ、それと同じことです。で、その厳選税15%払ったら、取り返すことはできます。えっ、ー、と、基本的にその次の年に、まあ、申告をして、 え、取り返すっていうことは可能なんで15%丸々取られるわけではありませんっていうところです。はい。あと、まあ、多分皆さんご存知かと思いますが、え、令和2年、2020年までは個人名でアメリカの中古不動産を買って、快速減価償却というですね。はい。あの、20、築22年以上の中,中古の木造のお家を買うと、その建物部分を4年間で償却できる。 4年間で消却できるということは、例えば3000万円ぐらいの上物の価値があったら、750万ずつ、えっ、ー、とは、却があー、まあ、そう、まあ、費用計上できて、それは損益通算できるので、基本的に所得税、住民税の節税できるっていう、そういうのが、高額所属者の間で非常に流行ったんですけど、流行りすぎちゃったので、えっ、ー、と、2021年からはそれはできなくなりました。 はい。個人ではできなくなりました。ただし、法人だったらまだできますよ、という、はい、えー、ことがありますと。はい。で、最後に、有志利率なんですけど、えー、基本的にアメリカで、えっ、ー、と、普通にアメリカに住んで、は、あの、働いてる人が住宅ローンを組んだ場合は、大体利子、利率3%なんです。はい。で、えー、ですが、あの、アメリカ以外に住んでる方の場合、それに1%プラスして4、4%台になるのが相場に。 なりますというところです。で、有資比率はだいたい60%か70%まで貸すというところが多いので、自己資金は3、4割出してくださいということになります。はい。で、次に、アメリカで現地法人 LLC ですね、えー、有限会社ですけれども、それがですね、アメリカというのは、 えっと、会社が非常に作りやすくて、えー、安い設立費用と維持費用でできるので、えー、弊社のお客様の半分以上、アメリカで買われる方の半分以上はこのアメリカ現地法人を作って買う方、そこで所有させる、るする方が多いです。アメリカの法人立てたところで、融資は普通に引けますので、 はい、えー、メリットはいろいろあるんですけれども、まあ、一番大きなメリットというのは、 まず日本の個人確定申告をやらなくていいということです。日本の個人で買ったら毎年確定申告で、えー、やらなくちゃいけません。はい、申告しなくちゃいけません。でもアメリカ、LLC を自分で建てて、そこで所有をさせるとアメリカの内国法人が所有していることになりますので、日本の個人申告は知る必要はありませんということです。 はい、で、それが何が嬉しいのということになると、基本的に日本じゃなくて、アメリカの仕組みに従って資産を増やすことがやりやすいというのが一番大きいんですけれども、えー、とアメリカにはですね、その譲渡益税ですね、キャピタルゲインタックスをあの繰り延べできる。 えー、1031エクスチェンジというですね、という方式があります。日本でローンの住宅ローンの借り換え特例みたいなのがあるんですけど、それの投資物件版みたいな感じで考えていただければいいかと思います。えー、例えばアメリカのテキサスあたりで4000万ぐらいで家を売ります。で、次に、えー、フロリダとかで45万ドル、40万ドルより高い物件を まあ、ほぼ同時に買う、安い物件を売って、もっと高い物件を買う、で、一定期間内にどちらも決済をするっていう、そういうことができれば、えー、その借り換えに伴う、えーと、そのキャピタルゲイン税ですね、はい、用途益税は、まあ、その時点では払わなくていいです。 っていう形で繰り伸べができる。となると、キャッシュが手元に多く残るので、ま、もっとその投資を加速しやすいというのがありますが、まあ、それもし日本の個人で買っちゃうと、当然日本の方で個人、あの、上等益税って払わなくちゃいけませんのでですね。はい。えー、っと、まあ、基本的にあんまり日本で原価償却しなくてもいいけど、アメリカで、えー、っと資産形成を えと効率よくやりたい方には、この LLC、一択です、おすすめです。で次に、えー、っとですね、日本法人でアメリカの不動産という担保融資を出すというところもあるんですね。 全部ではないですけれども、出すところはありますと。通常これって <laughs> すごく難しいんですけれども、要するに日本の法人って、えっ、ー、と、日本の会社当本とかですね、印鑑証明とか全部日本語で出ている。えっ、ー、と、なんだろう。当然、ここ、申告書の組織も日本独特。だから、海外の金融機関から見るとよくわけのわからん人たちが買うって形になっちゃうんですけれども、 ただ、最近は、日本の法人でも、アメリカの普通の現地金融機関から融資を引くということが可能になってきました。これ、何が嬉しいかというとですね、えー、と儲かりすぎちゃった法人を節税したいです。はい。えー、節税をして、ちょっと日本の法人税、事業税を安くしたい。 で、同時にアメリカで、えー、不動産投資で資産を作っていきたい。だけど全額キャッシュ出すんじゃなくて、7割ぐらい銀行の金で自己資金3割ぐらいでやった方が効率がいいじゃないですか。はい。なので、税、節税もできる、えっ、ー、と、融資も引けるアメリカの不動産、えー、投資加速できるという意味で、 富裕層の日本在住の方にとってはこれ非常に価値が高い方式かと思います。あるいは日本でも融資引きにくくなっちゃったって方もいると思います。サラリーマン辞めたばかりとか、あるいは銀行のオリックスの年収10倍枠使い切っちゃったとかですね。そういう方に関しても日本の属性関係なくアメリカで引けるので、これは非常に価値が高いのではないかと思います。 それではですね、えー、っと、こちらは、えー、利子のみ返済のお話になります、えー。利子のみ返済って皆さん聞いたことありますかお金を、まあ、銀行からお金を借ります。普通は、元利均等返済、あるいは元本均等返済。まあ、でも、どちらにしろ、元本も貸して、えー、返して、利子も返さなくちゃいけない。両方返していく。で、その元本も返すから、残債は減っていきますけれども、 えと、基本、アメリカ含めて、英米圏の、あの、融資機関は、利子だけ返せばいいですよっていう、そういうことも広く行われていますと。で、これ何が嬉しいかというとですね、例えば、ハワイとかカリフォルニアみたいに、物件価格が高くて、そんなに利回りが出ない。せいぜい3%ぐらいしかネット利回り出ない。 3%も出ないことが多いですね、ハワイなんか。だからそういうところって結局、アメリカで4%台の融資引いちゃって、元本と、えっ、ー、と利、利子両方返すと、キャッシュフローが赤字になっちゃうんですね。赤字になるの悲しいっていうことがある場合に、利子だけ返すっていうことになれば、キャッシュフローが、まあ、プラスでいける。 ことがあります。一つ、これ例なんですけど、ハワイのタウンハウスですね。えー、っと、90万ドルするんです。で、月額家賃は3200から3500なんですが、これ売買代金の半額の45万ドルを利率4.85%で借りるっていう、そういう、えー、ものありますけれども、これもし元本と えーっと、利子を両方返すってうんだったら、とっともじゃないですけど、キャッシュフローは回らないです。赤字になります。でも、利子のみ返済だったら、結構トントンぐらいでいけちゃうということで、はい。えー、これはそういうハワイとか買う方にとっては非常にいいんではないかと思います。はい。で、えー、これからアメリカの融資の、えー、まあ、もっと、 突っ込んだお話をいたします。アメリカの融資、アメリカの金融機関がどういう言葉を使っているのかというのは日本でほとんど知られておりませんので、まずは、えっ、ー、と、基礎知識として、えっ、ー、と、必要な、重要な両方だけをちょっと、まあ、あの書き出してみました。大事なのは LTV ですね、ローントゥーバリュー。これは、えー、融資比率という、えー、感じです。はい。えー、例えば、 50万ドルの不動産を買って30万ドルの融資を引いたら60%が融資比率になりますが、えー、と英語では LTB60 っていうふうに言います。はい、で次に ARM ですね、アジャス r ブルレ m トモーゲージっていう言葉がありますけど、えー、これは最初数年間の固定金利、その後変動金、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、アメリカは、あまあ、日本でもありますけど、 基本的に英米圏は変動金利になるんです。金利が、えー、変わります。その変わる、えー、とタイミングは半年ごとだったり、1ヶ月ごとだったりしますけど、基本的に変動金利することが多いんですけど、最初の数年間だけ固定金利にしますよっていう、えー、出し方をするところが多くて、それを ARM と言います。例えば ARM5 っていう時に、その意味は、 当初の5年間は固定金利で、6年目から変動金利になりますよという意味です。はい。次に P&I ですね。Principal and Interest というやつですけど、これは元利返済。Principal が元利元本。Interest が利子なので、P&I って書いてあったら、利子と,、えー、と元本と利子を両方返すっていう意味です。それがイン r レストオンリーになったら、利子のみ返済という意味です。 はい。で、リペイメントっていうのは、返済額。毎月いくら払いますかっていうとこですけど、えー、マンスリーリペイメントって言いますけど、まあ、返済、えー、はいくらっていう意味です。であと、日本で融資引くときに、返済比率。例えば、これ、お家賃収入に対する返済比率ということが多いですけれども、えー、それは DC、DSCR っていうですね、デッドサービスカブレッジ列車という、はい、えー、そういうふうに言われます。 はい。融資期間はローンタームと言います。はい。融資期間ローンターム30って言ったら30年貸すということです。えー、リファイナンスというのは借り換えなんですけど、いろいろな借り換えがあるんですね。あの、でも一番基本的なのは、えっ、ー、と、ある物件を売って、次の物件を買って、 で、その、元々の物件の、えっ、ー、と、融資は全部返しちゃって、でも次の物件に担保つけて借りるっていうのが一番、えー、基本的なやつです。あともう一つ、キャッシュアウトリファイナンスっていうですね、現金引き出し融資っていうこともあるんですけど、これ結構、既にアメリカで現金で買った不動産を持ってらっしゃる方が、今ちょっと現金が必要なので、そこに担保つけて、 えーとローンを書き引って、とにかく現金を引き出すっていうですね、はい、そういうキャッシュアウトリファイナンスをすることが、えー、できます。で、これ使えるのは、例えば、本当はローンで買いたいんだけど、あのー、結構アメリカ、今、不動産市場過熱しちゃってる街が多くてですね、ローン特約付きでオファーをしても、買い付けを入れても、アメリカの現地の方との競争に勝てない。 だったら、か、それに勝つために、まず現金で買う。全額現金で買う。だけど、その不動産を所有してから、 その不動産に担保をつけて、後付けでローンを引くっていうこともできます。その後付けローンはキャッシュアウトリファイナンスと言います。はいで。あとは最後、プリペイメントペナルティ。これは返済ペナルティ期間って言いますけれども、えー、これは例えばその融資引いて中入れ、要するに残債を減らすために、現金を、えー、まあ中途返済をするときに、最初の1年間とかは、 中途返済しないでねっていう、そういうことでペナルティという形で、あの、その条件で貸すところが多いので、プリペイメントペナルティ1年とか3年とかそういうことをつける金融機関があるということです。はい。で、これがですね、えー、我々ここ数ヶ月いろいろ調べまくって、えー、開拓してきた まあ、あの、銀行の一覧表ですね。これの、えっ、ー、と、融資比率の一覧表です。はい。で、えっ、ー、と、さっきの用語ですけど、LTV というのは、融資比率です。はい。融資比率がだいたい70%ぐらいまでは、金利は比較的安い。75%になると、一気に高くなるというのが、 多いです。はい。で、あの、固定金利の場合と、あと ARM、さっき言ったその最初の固定金利期間がどれだけあるかっていうところに、ところでよっても、あのー、金利は変わってきます。で、私、おすすめは ARM はできるだけ少なくていい。5、5年とかの固定金利十分いいと思います。はい。なぜなら、アメリカって、えっ、ー、と、ローンの借り換え結構簡単にできるんですよ。 あのー、さっきのローンアレンジャーを使って、はい、やってくださいって言,え言ったら結構できちゃうのでですね、え固定金利期間を長くして、あの、高い利率払うより固定金利期間安、短くていいと、個人的には思います。あと、リファイナンスっていうところは、まあ、借り換えとか。 はい、えー。そういうところの適用金利もこういう感じにありますというところです。で、そのアレンジャー、えー、BMG とかポールインターナショナルとか書いてあるんですけど、えー、この中で最初の4社かな、えー、?AMF とインセグニアっていうのは、これは基本的にはまあ、さっき言った有志仲介者のローンアレンジャーの会社になります。で、えー、アクラレンディングとローンダイレクト、 っていうのは直接、直接融資する、その金融機関なんですね。はい。なんで、金融機関に直接、我々がつないでっていうことも可能なんですね。で、まあ、あの、金融機関に直接つないだ方が、あのー、なんだろう。処刑費は安くなります。1%ぐらいですね。はい。えー、ただ、あの、基本的にこの、 言うし、どの会社使ったら選んだらいいかっていうのは、弊社の方でも、あの、最適なところを、まあ、紹介させていただくっていう形にいたします。ただまあ、一般的に言うとですね、えー、レスが早いとか、きちっと仕事してくれるとか、その方が大事なのでですね、はい、慣れてるとかですね、ちゃんと慣れてる会社をご紹介するということになります。であともう一つ、日本法人っていう一番右に書いてあるやつですね。日本法人での、 えっと、融資が可能なのは EMG 社っていうところと、あとはアクラレンディングっていうところです。なので、日本法人で買って、節税したい方は、アメリカの現地、現地融資機関から、えっ、ー、と、融資を借りて、アメリカの不動産を買うことはできるということです。次に、どの州に対して、えっ、ー、と、融資を出すかっていうのは、それ各社違います。 えー、日本のお客様が買われている、まあ、州ですね、多いのはハワイ、カリフォルニア、テキサスっていうところになりますけれども、えー、っと、この6社、7社あるのかな ?7 社ある中でカリフォルニアに対して出すのは6社あります。ハワイに対して出すのは3社しかないですっていうことで、その選択肢の数が州によって違うということです。カリフォルニアとフロリダっていうのは大抵どの会社も えー、融資を出すというところで、まあ選択肢が多いんですけど、なんかちょっと意外なのはニューヨーク州、えー、大都市なのに3社しか出さないとかですね。はい、あります。ネバダ州、ラスベアスであるネバダ州は1社しか出さないとかですね。まあそういうのはありますというところです。まあこの辺も、あの、どの州に買うかによって、まあちゃんと最適なところを弊社でアレンジさせていただきます。で次に費用なんですけど、 えー、それぞれのレンダー、あるいは、えっ、ー、と、有志仲介者のフィーですね、料金は発生しますし、当然不動産なので、えっ、ー、と、資産評価ですね、バリュエーションとかですね、あるいはインスペクションとかですね、その辺の、えー、コストはちょこちょこかかってきます。当然、えっ、ー、と、業務手数料的なところも、あの、かかってきますというところなんですが、えっ、ー、と、弊社も、 結構な時間を使ってサポートしています。日本の書類を集めて、英語に翻訳する手配をしたりですね、えっ、ー、と、どんな書類を出して、どんな書類を出さない方がいいのかみたいな見極めもできます。まあそういう、まあいろいろな働きをしているので、弊社の融資アレンジ費用は1%、融資額の1%っていうところなんですけど、これプラス、えっ、ー、と、現地の会社と合わせて、融資総額の3から5%ぐらいは諸費用。 ちょっと私たちがおすすめ、おすすめ度が高い会社をいくつか、はい、紹介します。さっきの BMG 社というのは、弊社の専属パートナーなので、もうがっつり協業していれますが、それ以外にも、 えー、ポールインターナショナルという会社があります。これはですね、面白いんですけど、ドイツの会社。ドイツで創業して二十何年やっていて、えー、融資を出す先がアメリカのフロリダっていうのが彼らのスタートです。ドイツで、ドイツ人でアメリカのフロリダに、えー、セカンドハウス買いたい方が昔から多かったと。と そういう方々のためにアメリカのローンつけますよっていう、はいえー、商売をずっとやってきましたけどそれがどんどん大きくなってイスラエル人に。 出すとかロシア人に出すとかそういうことをやっている時に我々も知り合って日本人にも貸してよということで、えー、こじ開けていただきましたで私自身がフロリダに2017年に小建て買,う買った時に、えー、彼らから融資をアレンジしてもらった最初の事例になったので日本人最初の客が私ですっていうところです今だいたいポールインターナションが7名ですかね、えー、うちのお客様で融資をすでにつけた実績がありますと担当者が結構融 週で、レスが早い諸経費がちょっと高めっていうのが特徴です。はい。で、次に、アクラレンディングというのが最近知り合った会社。これは、えー、アレンジする仲介者じゃなくて、直接彼らが、えー、融資を出すっていうところなので、えー、その最初の処刑費的なところが、えー、若干安くなるというところです。で、彼らもかなり えー、ポップな会社というか、2018年にできたばっかりのですね、えー、非正規ローンっていうですね、あの普通にアメリカ人がマイホーム買うローンじゃないやつですね、商業物件用融資とか、えー、自営業者向け融資とかですね、えー、そういうものを 出しているところで、彼らも海外居住者向けも得意としておりますと。はい、全米38州で、えー、と対応しているということなので、まあえー、アクラレンディング経由で融資をつける実績はこれから増えてくると思います。はい。で、次に、あのー、実際にこの融資とあの不動産売買の流れを、えー、整理をしたものがこちらになります。えー、基本的にお客様は、えー、我々 IPA とだけ お話ししていればいいです。はい。え我々の方が全てアレンジは、えー、するという形になるんですけど、流れとしては、まず買うべきアメリカ物件を決めていただく。その後に、買い付けを出す前に、融資が引けるかどうかの打診をするというプロセスになります。で、さっきの粒資アレンジャーですね、アクラレンディング、BMG 社、そういうところに内諾を出してもらうんですけど、この粒資内諾書の書類は、 2日ぐらいで出るんですね。はっきり言うとですね。1日とか2日ぐらいで出るので、結構早いです。はい。となると、融資いくら出すよみたいな、そういう、えー、ドキュメントプラス自分のお金合わせて不動産買えるという状況になるので、なったら買い付けを出します。 買い付け出すときにですね、アメリカの場合は、この買い付け出してる人が本当に買うお金があるのかっていうのは、証明書、えー、証明しなくちゃいけない。証明した上で買い付け入れなくちゃならないルールになってることが多いんですが、まあ、基本的に、例えば30万ドルの小建てを買うときに30万ドル以上の、えっ、ー、と、なんだ、銀行預金があるか、あるいは、 銀行預金10万ドルしかないけど、えー、融資内諾書、プレアプルーバルレターで20万ドル貸して,る貸してくれるっていう、そういうあの書面があれば、両方合わせて30万ドルなので、それが揃えばオファー出,す出せるんです。で、買い付けを出したら、まあ、基本的にはその、他に買い付け出したライバルとの戦いというか、 売り主が誰を選んでくれるかっていうところになりますけれども、はい。で、それで売り主が、えー、オファーを飲んでくれて、条件で合意をしたらですね、それから融資の本申し込みになります。で、融資審査をしますと。で、ほぼ同時に売買契約にサインをしますっていうところになります。えサインするのは大抵、もう、あの、ドキュサインって言って、電子的に署名をできるようになっておりますと。 売買契約約自体は融資特約をつけている状況です、はい、でその後融資承認が通ったら、えー、っと、これからあとですね、銀行の融資機関から、あの、なんだろう、書類が日本に郵送されてくる、郵送したものを、えー、交渉役場とかアメリカ大使館に行って交渉。 するという、その交渉人の前でサインするという、そういう手続きが必要になります。その辺我々アレンジするんですけど、はい。えー、それは結構、あの、分厚い書面なので多分びっくりされるかと思います。はい。でそれが終わって、えっ、ー、と、サイン済みのやつをアメリカに送り返して、あとに自己資金と諸経費をアメリカに国際送金をする。はい。で、その後それが届いたら、えー、届く先はエスクローっていう、あの、まあ、金を預かる。 司法書士みたいな方がいるんですけど、でその方が決済をやってくれるで。そこで所有権移転までやってもらう。というのが通常のパターンですで。最初から最後までかかる期間は45から60日というのがま標準なんですけど、最近はもっと早くなってて、えー、30日ぐらいで終わることもあります。うんですね、はい、じゃ次に行きますで。今ですね、結構 アトランタとかテキサス州、ダラス、ヒューストンとかですね、結構そういう、えー、アメリカ南部とかの人気のある都市を中心に結構売り手市場になっているというか、あのうん、不動産買いたい人が多くて売りたい物件が少なくてっていうことで、はい、なかなか買う方に対しても結構競争が激しい状況に、えー、なってきています。ただ 今年の4月、5月とか6月あったりが一番激しかった。一番買いにくかったんですけど、その頃に比べれば今の方が若干買いやすくはなってますけど、まあそれでもホットなことは変わりはないです。はい。なので、基本、売り出し物件1件につき4、5件のオファーが入ることはよくありますと。 はい。で、そんな時に、ローン付きのオファーって弱いんですね。競争力があんまないんですね。現金買いの方が選ばれやすいので、えー、まあ実際にそれに、競争に勝つためには、現金外、現金、全額現金オファーを出すっていうことが一つのいい方法の一つです。で、どうしても融資引かないと買えない。 買わないっていう場合はですね、手付金を多めに入れていくという、そういう戦術もありましてですね。手付金って、まあ、えっ、ー、と、1%が、あの、常識なんですけど、3%ぐらい入れて本気だぜ、買うぜ、みたいなふうにした方が、えー、選んでいただきやすいですというのはありますとで。あとですね、 もう一つリスクあるとすればですね、担保評価割れというリスクがあります。アメリカの銀行はアメリカの不動産に対して不動産化するから、当然担保評価するんですけど、マーケットが過熱して、なんか担保評価より高い値段であの売買されるっていうことも増えてきたんですね。えー、そうすると、例えばの話、40万ドルで不動産買っても、えー、35万ドルしか担保評価が出なかった。となると、 銀行はこの担保評価に対して60%だ65%しか貸さないので、その結果、えー、投じるべき自己資金が多くなってしまうというですね、そういうリスクはありますと。はい。そういうことにならないように弊社はとても、えー、っと、気をつけていますけど、あの、結構他社ではそういうことは、 あの非常に怒っちゃうというところをちょっと一つお伝えしたいと思います。これはですね、えっ、ー、と日本でえっ、ー、とアメリカ物件を多分一番たくさん売ってるなんとかという会社が、えー、ヒューストンの戸建てを売っ て、えー、いる事例なんですけどこれはあのお客様がそれを買う前に私にセカンドオピニオンくださいということで持ち込んできた案件なんですねはいでよく見るとこのえー、っとうち34万ドルなんでまあ、普通にシューストンの小建ての値段かなと思っていたんですけれどもちょっと色々見てみると結構高買いしてるなっていうところなんですね4ほとんどの 日本でアメリカ物件売ってるほとんどの業者は買い取り転売業者なのでアメリカで不動産買って利益乗せて売ってるのが多いんです。で、その利益乗せる幅っていうのはだいたい5、6万ドルぐらいが多いんです。戸建ての場合。だ6万ドルぐらい、えー、値段が乗っちゃったものが今の34万ドルだったりするんですけど、実際調べてみるとですね、えー、この物件は 今年4月に27万2000ドルでこの会社が買ってますっていうのがもう履歴で出てるんですけど、それを34万ドルでお客様に転売をするということになるので、6万8000ドル乗ってるわけです。で、多分そのうちちゃんと修繕したりして、1万ドルとか5000ドルとかかけてると思うんですけど、多分その、それ以外は自社利益が乗ってるという形だと思います。自社利益が乗った価格で、まあ、売ってそれでいいんだったらいいんですけれども、ただ、 例えばアメリカで融資を引くってことになると、これはおそらく27、8万ドルの融資担保評価しか出ないので、担保割れしちゃいますっていうリスクはあります。だからこの会社は日本で まあ、お金を貸して、アメリカの融資は引かせないっていう形で売ってるということです。まあ、こういうのもちょっと知っておいてください。はい。次に、アトランタでも同じような、えー、案件持ち込みがあったんですけど、31万1000ドルでその会社を売っていましたけど、えー、っと、このエリアで一番綺麗な状態で、えー、の物件でさえも29万6000ドルでしか売れたことがないので、これも値段が数万ドルになってますよね、と。はい。 えー、そういう数万ドル売っているものは、アメリカの融資引くのに馴染まない。馴染まないというか、それ以前に、えっ、ー、と、投資が目的で、安い時に買って高く売るのが投資の基本なのでですね。はい。こういうものを私たちは出さない。私たちは自社利益。 っていうか、その転売利益載せないで、市場に出して、出ているものを地上価格で提供するということで、はい、えー、皆さんに、えー、まあ、現地価格で、えー、まあ、ご紹介しているということなんです。というところですね。はい。で、最後になんですけど、今、アメリカで、今、買える物件で、ちょうど、あの、融資75%引いても、 キャッシュフローが計算上プラスになるよという物件がアトランタに2件出ております。はい。すぐ買えます。これをちょっと紹介させていただきます。一つは、まあ、えっ、ー、と、アトランタ郊外、ドゥルフという場所にあるですね、えー、2階建て、1997年地区です。なので、 えー、築24年ですかね。はい。えっ、ー、と、建物211平米 4, 4ベッドルームありますので、まあ、1個建てとしてのスペックは十分ありますと。ファミリー住めます。35万4900ドルで売っておりますと。 というところです。処刑費合わせると38万ドル。えっ、ー、と、これマーケットで、えー、賃貸に出すと2150ドルの月額家賃が取れる。グロスリー回り7.27%。でも、まあ、あのー、固定資産税とかいろいろ処刑費引いたら4.78%がネットです。で、土地、建物の比率で言えば81%取れます。という物件です。はい。日本の法人で買われる場合、これ、 えー、結構な節税になります。節税するっていうのが、だいたい3200万円ぐらいが、あのー、この建物の価格になりますので、えー、それを4年間で焼却した場合は800万ずつ経費形状ができるということです。はい。で、それを、ちょっとこれ、もう細かくは言いませんけれども、 えー、結論から言うと自己資金プラス処刑費100、1565万円で参入できますというところですと。はい。で、これは、あのー、まあ、細かくはちょっとあれですけれども、ローンを引いてローンを返済をして、返済後のキャッシュフローがプラスになるというところなので、現金持ち出しなくて運営できますよというところです。でもう一つ。 ローレンスビルという同じ、まあ、アトランタの、まあ、似たような郊外の街ですが、こちら2階建て、二階建てに見えないけど2階建てって書いてある。あ1991年築木造で、えー、5ベッドルームあります。えー、っと、だから、まあまあ大きい物件です。 35万ドルで売り出されて、今、月間想定賃料2200取れるので、まあまあ効率がいいかなと。ネット利回りも計算上5%ちょっと超えてきます。建物規律81%っていうところです。はい。まあ、さっきのと大体似たような数字なんですけど、えー、こちらの場合は1548万で、えっ、ー、と、参入できるということです。なので、2000万円な、あれば、結構、 こういう物件融資で買えちゃいますよというところです。はい。ですね。1500万ぐらいで買えちゃうところですで。これが、えっ、ー、と、現金引き出し融資ですね。リファイナンスした事例もちょっと紹介してます、これ弊社のお客様で、弊社以外の、まあ、あの、業者からラスベガスで2017年に、えー、36万5000ドルで物件買いました。で、あの、 結構いい物件なんですね。の、プールもついてて。で、2017年で買って、2021年時点で、ちょっとこの、あの、物件に担保つけて、現金引き出ししたいっていうことで、弊社にリクエストが来ました。で、その時点で、評価額が45万ドルまで上がってたんですね。で、銀行に行ったら、45万ドルのうち、29万2千ドルは貸します。ということになりました。はい。 えー、で、期間30年の利子が5.5%。ちょっとネバー州は少し高めなんですけど、月額返済は1660ドル払ってください。でも、そのお客様は、まあ、ちょっとなんか、あの、現金が必要だったのでですね、まあ、このラスベガスの物件を使って融資を 引いて、その現金をなんか別のところに使ったということです。でこの物件ですね、えー、っと、2021年の前半から12月、 数ヶ月しか経ってないのに、その、評価額55万ドルまで上がりましたので、29万2500ドル引き出してるんですけど、結局、融資比率半分ちょっとぐらいでいって、非常に安全な、はい、状態に、えー、なっております。やっぱりその、不動産価値が上がっているところに、不動産持ってると、現金引き出し融資をしても、まあ、あるいはい借り換えをしてもいいので、えー、非常に融資を使って、えー、物件を増やしたり、 現金引き出したりっていうのが非常にやりやすいと思います。というところですね。はい。で、あの、弊社の YouTube ですね。私、YouTuber としてほぼ毎日、えー、っと、動画出してますので、ぜひ見てください。で、海外不動産融資に関して3つほどあの動画上げてますので、見てください。はい。えー、こちらが弊社の、えー、YouTube サイトになりますというところで。はい。ここでお話を終わらせていただきますと。